はいはい、カバー J 袋、カッパ炎上でーす。今度はね、なんか海外じゃん、海外の人たちが、ついに日本が怒ったぞって言ってるんですよね。何かというと、これ日本のアニメを規制するあるアメリカの大企業に対する日本人の意見に、まあ海外の人たちから、まあ、なんだろう、称賛の嵐というか、うん。まあなんか興味津々らしいんで、これなんどこかっていうとアマゾンなんですよね。アマゾンによるラノベ規制っていうんですかね。それに対するこう日本ある日本人の方の意見が、まあ、海外で話題になっていました。そういう内容なんですよね。これニュース見た方いますかね。なんかアメリカアマゾンがね、出版社に対して何の告知もなく突然大量の日本のライトノベルを削除している問題について日本人からも心配の声が出ていることが、まあ、注目されていたと。で、まあそんな日本の人たちの意見に、まあ、海外からさまざまなコメントが寄せられていたってことなんですよね。うん。まあこれ興味ある方はこれ画像を見ていただいてね、まあついに来たか、これがプラットフォームを抑えた、私企業による合法的かつ恐ろしい表現規制だ、そのうち日本でもそれらが強行される可能性が高い、外国に本の販売のプラットフォームを抑えられる危険性だよねとか、まあなんかそういう感じなんですよね。まあ危機感を、まああらわにしている、そんな様子ですかね。うん。で、これに対して海外の人たちが、日本のコンテンツだけ規制するアマゾンはレイシストってことでしょう、それは批判されるべきだとか、近いうち日本はアマゾンとの契約すべて破棄するんじゃないかなとか、日本はだんだん起こってきていることの証拠だねとか、日本はアマゾンを国から追い出して同じことをしてやればいいのにとか、アマゾンね、どうなんでしょうね。どうしてもなきゃダメかっていうと別にそんなわけないんで、うん。日本にとっては中抜き業者を切り捨てる絶好の機会じゃないのかとか、日本が怒り狂ってアマゾンを国から追放してほしい、アマゾンがどれぐらいこれを続けられるのか見てみようじゃないか。なんか確かアメリカでもアマゾンってそんなに評判いい企業じゃないんでしたっけ、昔はどうか知らないですけど。で、それに対して、アマゾンジャパンをアメリカから分離させて国外発送だけ残すという手もあるんじゃないのかとかなるほどね。アマゾンはこうしたことを後悔することになるよとか、アマゾン UK にはゴブリンスレイヤーまで揃ってるんだけどねとか、で、それに対してこれから徐々に悪化して同じくジョークになるから見てなって、これはアマゾン側がレイシストだから日本は訴えればいいよとか、日本には他人に踏みじらせないだけの根性があってすごく嬉しいよとか、アメリカから日本のグッズが輸入できなくなったら日本の友人に頼んで送ってもらうからいいよとか、我が闘争は問題ないくせなんで日本の本はダメなんだよ日本は不必要な差別に対しアマゾンボイコットしないと、そうすれば経営者も聞かざるを得ない、日本はこんなポリコレ西洋企業なんか必要ないことに気づいてほしい、自分たちで出版すればいいんだよ。で、まあアマゾン曰く現実逃避など必要ない、政治プロパガンダこそが未来だ、日本自滅の道を選んだようだな、うん、まあなんかそんな風に表現してますね。日本は自分でアマゾンやネットフリックス作ったらいいかも、アメリカの小売りに自分たちの製品を任せる必要はないとか、中国はアメリカのサイトを規制し、インドは中国のアプリを規制し、アメリカは日本のメディアを規制している、一体どこに向かってるんだろう、どこに向かってるんですかね。で、これには腹が立ってきた、ラノベを全て規制するなんてアマゾンはガチでレイシストだよ、アニメは日本の文化なんだよ、自分が気に入らないからって勝手に他人の楽しみを規制していいもんじゃないよとか、いいことを言ってるツイートがある、俺たちはプラットフォームがなくなることで公式にアートを規制する必要ない現実にいる、みんな政府が介入し規制することを恐れてるけど企業が自分たちで本気で燃やしていくだけだったね。で、これを見てる日本のファンへ、俺たちもこんなことは望んでいないんだよ、やりすぎのなんかおかしな思想があまりにも広まりすぎているから対抗するために助けてほしいよ、彼らが善良な世界を破壊しようとしているよとか、プライムの登録解除するかな、アニメが買えないなら送料無料でも意味ないし、ああそういえば僕もアマゾンプライム使ってもいないのになんかプライム登録してたな、解除しようかなで、アマゾンが今になってアニメを排除しようとしているのが奇遇だね、貿易協定が間違った方向に向かってるのかな、アマゾンが俺たちのアニメを真っ向から否定しようってんなら別に構わない、これをやってることは最悪だけど俺たちに売りたがってる他の店に入れ替わるだけだから、
アニメに関してネットフリックスはろくでもないとか言ってたのにね、アマゾンは本屋から始まったのに皮肉なことで、アマゾンは中国のビジネスモデルを採用したんだろう。ああでしょうね、西洋帝国主義の復活だなと。まあなんかこんな感じなんですよね。これどうなんだろう、日本のものだけ選んでしかも何の承認もなしに消すのは、なんだろう、言い過ぎかもしれないですけど、これはもう完全に犯罪行為って言っていいんじゃないですかね。まあ差別でしょ、市場操作でしょ、あと思想の要は統制でしょ。なんだろう、アメリカから仕方なく、なんかこうね、アメリカからも、なんか買い入れている、ね、買い求めている人だって少なくないわけですから、で、その人たちに全てキャンセルされたらどう思うのかなって、普通にそう、ね、同じこと、そう、やっぱ想像力に欠けてるんじゃないですかね。自分がもしそれをね、同じこと言われたらされたらどう思うのかって、ね、そういうの考えられたら、こう、企業、個人でも企業でもこういうことってそんな簡単にやらないと思うんだけどな。ね、例えば偽物とか不良品とかさ、表示法違反をして桜使って売るね、そういうね、こう売人というかバイヤーとかそういう組織、なんかには何もしないくせに、こういうのはちょっと違うんじゃないですかね。まあでもアマゾンは圧力に屈してるだけでしたっけ。アマゾン叩いてもしょうがないんでしたっけね。まあ多分この流れの中で、同じくアメリカのプラットフォームのクランチロールとかネトフリがなんかマンファアニメ化の流れを作ってるんでしたっけ。まあちょっとね、業界的にはこの日本はちょっとやばいのかな。しかもその危険さをね、危機的状況を予測できてる人がほとんどいないみたいですよね。まあ裏でポリコレディズニーとかね、共産党あたりなんかが動いてたりするのかな。どうなんでしょう。間違いなくあの国のあの人たちも一枚噛んでますよ。じゃあ今度は全然違う話ですけど、日本で良かったねっていう話なんですよね。なんかどうやら日本、主人公が日本で生まれ育った黒人のハーフの子供らしいんですけど、でその子のなんかこうね、海外が興味津々っていうことらしいです。どうやら日本で生まれ育った黒人ハーフの子供に日本での暮らしをインタビューした映像が話題になってるみたいですね。日本人とマリ人、マリの人の、ハーフの子供に、人種に対する認識とか学校での様子を聞いた、まあ、そういうインタビューの内容だったらしいんですけども、まあ、学校でね悪口言われたりすることなんかを、まあ、この子らしく可愛らしくね、語っていると。でそんな映像に海外から多くのコメントが寄せられていましたってことなんですよね。興味ある人はね動画見てもらったらいいと思うんですけど、ハーフブラックハーフジャパニーズボーイ、多分これで出てくるんじゃないですかね。なんか日本語の字幕が入ってるそうなんで、で、これを見た海外の人たちがすごく賢いねとか、ミックスだと苦労することもあるだろうけど彼は対応してるんだね、すごく強いよとか、すごく重要な内容だ、こういう子たちの体験はなかなか聞けないから、特にアジアでは、すごく可愛らしい、この子なら問題ないんじゃないかとか、焦げたブロッコリーとか言って困らせるのはやめろ、特に子供の時はとか、そんなこと言う子がいたんだね日本にね。どちらの国かを選ばせることには違和感がある、特に同化を奨励している単一民族の国では。彼のエネルギーがいいね、父親と息子の強い絆がある、きっとすごいサッカー選手になるよとか、彼が最高の父親なのかがお父さんの影響がどうも大きいらしいですよね。この子と父親がすごく誇らしい、この子はカナダで育った自分みたいだよって言ってますね。とてもキュートだ、どうか自由な心で自分に誇りを持って育ってほしい、父親は教養があって優しいのがわかる、うちの息子はブラジルとペルシャで、ハーフではなくビトウィーンだって教えてたよ。でこのビデオではすごく日本語の勉強の助けになる、ちょうど私の日本語力にちょうどいいくらい、日本で育った日本人ハーフの意見も興味深かったとか、中学生の時に似たような状況を見たことがある、日本人はこの問題を知ることを願ってるよ、彼は強い子だね、尊敬する、今はなんで言われているのか完全に理解していないのがわかる、将来臆することなく彼らのせいで自分を見失わないでほしいなとか、とてもキュートでハンサムだとか、これはナチュラルだね、この子は素晴らしいよ、子供は残酷すぎて怖いね、どっちにしても子供はリボンみたいに可愛いよ、可愛いけどこのビデオがやってることはいただけないなとか、この上ない父親と息子だから余計差別が残念だね、彼らはどこの国に行っても差別されると思うと悲しくなる、アメリカと違って常に嫌がらせされたり銃で撃たれたりしない、日本なのが幸いだけどとか、
完璧すぎて、叫びたくなったよ。彼がどれだけ素晴らしくて、ハーフがどれだけ特別なんか なのかを知ってほしいとか、嫌がることを無理に話させるものじゃないよ、大人だったら話したくないって意見を尊重するでしょうとか、彼には素晴らしいお手本がいるし、きっと彼の助けになるだろうとか、すでにルイを理想像と目標としていることが嬉しい、小さくしてレイシズムを経験して、幼くしてレイシズムを経験してるけど、少なくとも日本での未来も見えてるからね、でそれに対してルイって八村塁選手のことですね、と会えたらきっと最高だろうな、女性ブラックにもイエローでもなくブラウンに見えるけどとか、彼女はフランス育ちのインド、これ誰のこと言ってんだ、この画面の女性のこと言ってんの、インタビューする人か、中国人の子供がアフリカの学校に行った時の方がもっとひどいよとか、南米もそうだけどレイシズムだからじゃないよ、お互いをいじるのが好きなだけでとか、どうだすかね。まあでもあれですね、最近の特に主にアメリカの様子なんかを見るとなんかこう恣意的なものを感じますよね、こういう動画がこのタイミングで上がってくるっていうのがね。まあだってこのまま、まあちょっとこの子にね、なんか物言う、そういう意図はないですけど、まあ結局こういう感じでね、まあミックス進めていった先にあるのが今のアメリカなんじゃないですかね。うん。一方では日本国内にもね、日本はもっと移民を受け入れて二重国籍も認めるべきだろう、そういう声もあるんですけど、僕は反対ですかね。うん。覚悟を決めてね、日本人として生きていくっていうんだったら、まあいいでしょう。ただね、いつまでもね、なんだかよくわからない特別扱いをね、求めてくるような人たちいますよね。うん。いや、けしからんとしか思えないですけど。まあ、要は、なんだろうな、今のアメリカを見てると、とてもね、どんどん外からね、誰彼構わず受け入れよう、そういう気にはならないです。なんかこう被害者意識がすごいじゃないですか。何でもかんでも差別につなげてこうね、わめき散らす。そういうのはね、もともとそのおとなしいね、協調性とか、そういうのをこうね、大事にする日本人とは根本的に合わないと思います。だからね、その恣意的にって言ったのは何かっていうと、ほら、前にこの黒人でも日本でもこう仕掛けた人たちいたじゃないですか。でも日本人があまりに乗り気じゃなかったから。だからまあこういう動画を上げて、いやいや日本にも差別はあるよ。そんな風に言いたいんじゃないかなって見ちゃうんですよね。どうでしょう。ちょっとね、うがった見方をしすぎでしょうかね、僕が。ということでね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。